今回の動画はまさかのまさかこの小包が自宅に届いてきました。この小包は釣り具大手のメーカーさんからいただきました。まあ、お礼という形でいただいたんですけど、まあ、なぜこういう商品をいただいたかというと、まあ、僕がいつも動画で出してるこのそれかな、この SSR クランクでチヌを釣ってます。でこのルアーを動画で紹介したお礼としていただきました。おそらくこのルアーがかなり売れたからだと思います。この YouTube の概要欄に Amazon リンク貼ってるんですけど、そこからでもまあ数百個売れてて、まあ、それ以外でもおそらく店舗とか、まあ、他のネットとかでも相当売れたんだと思います。数はよくわかんないですけど、それでこの商品をいただきました。ちょっと早速開けてみましょう。ちょっと個人情報を破いたのでちょっと穴がちょっと開いてしまったんですけど、開封してみます。さて、わお、見えるかな、やばい、これはやばい、3列なっとるな、これ何個よ、全部で3、4、12、13、14、16、わお、よずりさんありがとうございます。ちょっと1個ずつ見てみます。僕がいつも使ってるルアーがこの SSR ですね。 SSR が1、2、3、4、5、10個、まさかの10個いただきました。わお、これがミノーですね、サーフェスミノー。7センチで 7.5g のフローティング、ちょっと開けてみます。おそらくシーバスとチヌを、チヌが狙いでしょうね。おお、これが2つ入ってました。おそらくこれは確実に釣れると思います。ペンシルいってみましょう。結構大きいな、10センチ100ミリですね。14g、ペンシル大きいな、これもおそらくチヌとシーバスと両方いけるようなタイプだと思います。続いて、あ、これ色違いですね、ポッパーですね。7センチ 8.5g、カップが結構大きいですね。まあ、これちょっと全部また今度使ってみようと思います。わあ、いきなりルアーがかなり増えました。このSSR なんかは基本的に1個買えばほぼ永遠に使えるようなルアーなので、ほぼ根掛かりもしないですね。これ1個買ってずっと使えてます。もう買って2ヶ月ぐらい経つんですけど、おそらく約20から30はもうチヌ釣ってると思います。いただいたクランクをプレゼントするっていうのはちょっと申し訳ないので、僕の持ってるクランクを視聴者プレゼントしようかなと思います。僕のタックルボックスに入っているヨーゼルさんの SSR は、3つあります。でもこれだけはちょっといつも使ってるルアーは
プレゼントはちょっとできないですね。思い出が詰まってるので、もうボロボロなってます。するかな、チヌが噛んだ跡とか結構残ってます。で、今回プレゼントするのはこの2色。僕何回か投げてます。ちょっと傷が入ってますけど、これを2名様にプレゼントしようかなと思います。今回いただいたルアーですね、また次回の投稿で使ってみようかなと思います。